8産時後女子。43分のエリコさんですね。ミカ先生、改めてご出産おめでとうございます。質問なのですが、40歳前後で第1子を出産するのと、第2子を出産するのでは、母体への影響などの違いはありますでしょうか？初産は早い方がいいなどはありますか？よろしくお願いします。せっかくなんで、じゃあ、ミカ先生。はい。初産は早い方が、まあ、いいと思いますけど、まあ、みんなね、いろんな仕事の兼ね合いだったり、こうパートナーとの出会いのタイミングだったりで、なかなかこういうのって今妊娠したい、今産みたいって思い通りにならないんですけど、1人目産んでる方が2人目はできやすいっていうのはすごい感じます。例えば1人目は体外受精だったけど2人目自然妊娠っていう人、うち何人もいらっしゃいますし、骨盤内のまあ血管が1回太くなって血流が良くなるっていうのもあるのと、あと自信がつく、あ、私妊娠できるんだっていうのを、まあ、頭では思いたいけど、こうやっぱり自信ってね、つけようと思ってつくもんじゃないから、そういう意味である意味体がリラックスして、第一子は体外だったけど第二子自然っていうことがあるぐらい、こうできやすい体にはなってると思います、産後無理してなければ。まあ、であと、まあ、でも年齢はね、絶対2人目の方が上がるので卵の状態とかはこう変わってくるとは思うんですけど、まあ、ウイザンは早い方が可能であればいいとは思います、私は。はい、そう、ちょっと母体の影響ってごめんなさい、なんか喋っちゃって、影響ってあるので、うん、これまあ言われてることが、ウイザンの方が妊娠高血圧症にまずなりやすいと言われていて、で高齢出産もそのリスク因子として確かあったはずなので、そういうリスクは、母体への影響の違いとしてはあるかもっていう。確かに。最近はなんかリスク測れる、ね、あの病院とかでスクリーニングやってるところもあるけど、確かそのスクリーニングの条件で、35歳以上とかウィーザンはあったと思います。はい、ありがとうございます。いい素晴らしい補足、うん。はい、というです。はい、じゃあ次の、8時44分の吉田さん。産後4ヶ月です。産後は、不法や休憩、貯血に第一加減とかを飲んでいたのですが、最近は忙しいまま買いに行けずサボっています。人それぞれだとは思いますが、産後の漢方はどれぐらい続けると安心なのでしょうか？柳生先生、どうですか？飲んでる、産後不法を休憩飲んでる、はい、でもやっぱ母乳育児中は少なく、母乳育児をされているのであれば母乳育児中は確実に補血は飲んだ方がいいと思います。結局だから、で母乳ともし生理がダブルだったら本当に結構虚なのになるので、ちょっとやっぱ負荷が来るので飲んでた方が、まあ2年ぐらい補血した方がいいっていう先生とかもね、中医師とかもいるので、飲んだ方がいいかなと思います。美香先生、ご出産おめでとうございます。みんな違ってみんないいというメッセージしみます。かっこなき。以前後期流産で入院していた時、中医学ズームに励まされました。そして実は私も昨年11月に子供が生まれました。お子さんと同級生ですね。嬉しい。本当だ、ありがとうございます。なんか中学ズームが励みになりましたとかね、言ってもらったら本当嬉しいんです。いつもありがとうございます。その次、そうですね。9時25分のマリコさん、はい。妊娠中から夕方から夜にかけてどうしようもなく憂鬱になります。今、産褥期で入院中にアマゾンでポチった人参養栄糖を飲んでいますが、これも今日の状態を改善すれば良くなるでしょうか。小賀先生、どうですか？うん、いや、人参栄養糖でもいいんじゃないですかね。とかね、補充液糖とかでもいいし、まあ、あとは、まあ、従前でもいいですよね、従前大福とか、うん。夕方から夜にかけてって、あの陰の方に向かうときにかけてってことですよね。うん、そうですね。陰陽で言ったらね。なんか、アマゾンでポチるんだったら、できれば、そうなんですよ。陰中か、でも。そうね、どう。オンラインとかでももしやってる薬局さんがあればね。相談してもらうのも一個かなとも思います。そうですね、まあ人参栄養糖だったら、まあそのまあただ品質によりますけどね、アマゾン、アマゾン、
まあまあ間違いではないかなと思いますが、他いろいろそうやってあのいろんな処方があるんで、うん、どっちかというと今の状況をねこう継続的にケアしてくれるような薬局さんですると、今は人参与栄湯でもいいけどちょっとここでこれに変えましょうとか、ちょっとこう期待の方をどうにかしましょうとか、うん、いうこともできるんで、ずっとこの人参与栄湯だけでいいかどうかっていうのがちょっとね、うん、微妙なところなんですけど、まあ試しに飲んでみるにはいいと思うんですけど、あ、これでやっぱり漢方ダメだったって思わずに、ちょっとそこは一回相談してあのいいのを選んでいただくといいかなと思いますし、そうなんですね、まあ場合によっては煎じの方がいいとかいう場合もありますしね、そうですね。あと夜はどうしてもね、ちょっと憂鬱になりますよね、健康な状態であっても。産後も産後で一括りにできなくて、産後何ヶ月後とか直後とか何とかで母乳の量も違えばあの体の状態も違うので、ずっと同じっていうよりはその時その時に合ったものとかがいいかなと思います。私なんか昨日一昨日かな、電車に乗った時にすごい電車用意して、ああそうだったそうだった、産後ってこうやって車酔いとかも しやすくなったり耳鳴りしやすくなったりとか、なんかその日によっても症状違うんですよ。でその時に弱ってる自分、寝不足が続いてたらやっぱりここが弱くなるとか、なんか癖があったりとかするので、そういうので何種類かを飲み分けてたりとかもした方がいいかな。でもまあ産後のねこういう今日あの補うもので絶対間違いではないですよね、それしてってもいいとは思いますけど、そうですね、のぼせがあるのにこう用を補うものばっか飲んだりとかはまた良くないし、そういうね、ちょっと補う補うでも何を補うかっていうのもあるので、そう、もしね余裕が出てきたらしっかり相談されたらいいかなと思いますね、はい、ありがとうございます。では次9時26分の8323ですね、改めて美香先生ご出産おめでとうございます。ありがとうございます。ただいま3人目の産後です。2人目の出産を機に2箇所ほど束で白髪が生えるようになりました。白髪になってからそろそろ2年ほど経ちますが、食用上で黒髪に戻るでしょうか、ずっとこのままなのか不安です。どうですか、ゆうこ先生と美香先生、白髪とかやっぱり増えました？私白髪はなかったかな。今全く染めてないですか、ちなみに。あ、染めてる。あの 薄茶色に。あ、だから黒染めとかはしてないですよね。あ、してない。私白髪全然ない。ないない。すごい。あ、この間一本見つけてね、ここにあって。いや、わかるわかる。ショックと思って。私もそんな感じです。なんかすごい探せばあるだろうから、すごい探すのやめようって思った。でも、うん、お客さんとかではいらっしゃいますよね。いるいるいる、増えちゃう人。私は髪パサパサになるタイプで、産後は、でも産後やっぱいます。9時だけで戻そうと思うより、いやちょっと漢方入れた方が入れた方がいい、でもあと戻るって思いすぎて戻らないと落ち込むから、そうこれはね、あのなかなかね、年齢にもよりますよね。あと年齢にもよるし、あんまり戻るもんではないかもしれないから、それ以上進まないようにって感じでケア目標を立てる方がいいかなっていう気もしますけど、ストレスで増える人はストレスケアした方が早いと思います、ね、原因による、原因によるかもしれないから、本当これが効くっていうのはないですね。髪の毛に出産だから個人陰血だなと思うけど、やっぱどこまで良くなるかってなんか難しい、髪の毛はあのそう生やしたい、しかも食べ物だけでってなるとね、よく黒いものとかいいって言われるけど、黒いもの食べたからじゃあ、ね、黒髪になるかって言われるとちょっと、でもやらないより絶対やった方がいい、やらないよりやった方がいいね、ちょうど臨月に入り、いつ陣痛が来るか少しドキドキしているところです。初めてのことなので不安もありますが、今回のズームを参考に産後も気をせず頑張ります。先輩ママから何かコメントがあれば。お母さん2名なんか私メッセージ、じゃあ思い浮かんだのがなんかお客さんでもう産んだ直後に楽しい、また産みたいって思いました。で2人目産んでもうまた産みたい、産めるだけ産みたいって言って3人 もしかしたら今4人目とか生まれてるかもしれないけど、あの妊活で相談されてる方でそうやって言われてる方が私より前に
まれてたんで、私はその言葉をずっと励みに、うんうん、気持ちいいんだ出産はって思ってやってましたし、まあ、いざね、産むが安し、何アンズリより産むが安し、そうそうそうこの産むってこの産むアンズリより産むが安しってこれじゃないですか多分この人生はこの産むだったなんか人生でね、何回でもできる経験じゃないから、私はどのパターンだろうみたいな感じで、まあ、先生も周りにいてくれたりするし、割と安心できる環境なので、うん、どんな感じかなって、私はでっかいタコが出てきたみたいな感じでした。でっかいタコ産んだみたいな感じ気持ちよかったっていうのはあった。確かにお腹のすっきり感すごいある、うん、しそう、すごい怖がらせちゃったんですけど、最高の子宮のデトックスなんで、お掃除みたいなのが出産って言われてるので、そうだから、それでやっぱね、なんかちょっと内膜症っぽい人が良くなったりとかもあるので、そういう部分もあるし、なんか私もめっちゃビビってたけど、ウィザンで5時間ぐらいで生まれたから、そんなに痛とか予想よりは痛くなかった、まあ、痛かったけど、だからもう本当めっちゃ産院行してほしい、ぜひ。もうググ産院行、そう、ね、うん、妊娠初期とかはやめてくださいね、やっぱり。そう、妊娠初期。血の巡りよくするしたりとかね、押し出す力を。だから YouTube だと、この横に出しときますね、サインこう。画像、この辺りさ。もう陣痛の時に、もう押す、とにかく押すみたいな感じで。やっぱりね、漢方やってる先生はいろんな対処法知ってるから、うん、ウィザンでもウィザンじゃないみたいな感じですよね、もう武装してるから。いろんな、もういろんな漢方薬持ってるし。めっちゃ持ってたんだ。丸腰ではいかないですよね、うん。漢方系の先生ね。確かに。みんな人体みんな持ち込むでしょ。何かしら持ち込んでいくでしょ、絶対。丸腰の先生見たことないです。今回これ試すぞみたいな感じでね、やっちゃうからね。いやでも、うん、アンズルよりです、大丈夫。アロマでも結構良かった、私個人的にはね。ん？アロマは個人的には良かった、すごく、うん。じゃあ次いきますね。あとね、3つか4つなんですけど、まず最後まで。9時28分の、三重子鈴木さん。姉より質問で、膀胱炎がよく起きやすい体質のまま出産すると、より膀胱炎が悪化したりしますでしょうか？尿の色は白くはないですが、排尿痛かコツーンとした痛みがあるらしいです。今のうちに心がけること、どんな漢方がいいのでアドバイスがいただけると嬉しいですか？漢方薬はちょっと体質によってね、違うので、ちょっとあれなんですけど、なんか気をつけておいた方がいいこととかありますか？柳井先生、何かありますか？まず、膀胱炎よく起きやすいってことは、まあ、感染しやすいから今日の可能性は高いと思うんですけど、産後ってめっちゃ興味になるので、なんかその膀胱炎の なりやすい体質が悪化っていうよりも、まあ、その2つ分けて考えます。まず産後は虚偽になります。そもそもいろんな風邪も引きやすくなるし、今日の症状出ます。でも多分常にすでに今多分今日の傾向があるかもしれませんっていうことがあるので、やっぱりその疲れない、当たり前なんですけど疲れないようにするとか冷えないようにするとか、その補気っていうことは意識した方がいいんじゃないかなと思うのと、漢方についてやっぱその妊娠中飲める飲めないもあるから、やっぱ産後にちょっとこう相談できるところで、こういう体質なんですって相談をして、産後の養生プラスアルファのその膀胱炎の起きやすい体質も見てもらって、それに合った漢方を飲まれるといいのかなとは思いますね。妊娠中でも飲めるのもね、実際あったりしますのでね、ちゃんと専門ところに相談したら、うんうんうん、その今のうちによくしとけば産後もちょっと安心かなと思うので、かもね、そうそうそう。あとサプリメントの漢方薬は NG でも、サプリメントとかだったら妊娠中もそんな大丈夫で飲めるものとかもあるので、うん、そうね、ちょっとそういうところは対処した方がいいかもしれないです。はい、ありがとうございます。だからなんかこういうね、気軽に相談できる薬みたいなのも持っておくといいかもですね。鍼灸院とかでも何でもいいと思うんですけど、ね、はい、じゃあ9時33分の美智子さん、質問です。娘が今11週目の妊娠中です。今おすすめの漢方ってありますか？漠然としてますけれども。ん？どれ何分の人？9時33分の美智子さん。
ああ、そう、だからね。何がね、気になって。いや、妊娠中の適用ガラン、当期芍薬さんぐらいなんで、そもそも。なので、11週の方に、こう知らない方になかなか、うん。飲んだことないのは、ちょっと進めにくい、ね。ちょっと進めにくい。すべてにおいてですね。安定期入ってからの方がまだいいかもしれない、うん。あの、妊娠前から飲んでるんだったら、引き続き飲んでるっていうことはありかもしれないですけどね。この11の段階で改めて何か始めるっていうのはちょっとよっぽど何かない限りはもう そこまでお勧めってないかもしれないですね。なんか補欠のサプリとかね、うん、とかもそれこそ、ね、お茶系のものとかですね、そのどうかな、うん、なんか難しいですね。うん、オイスターとか私出しちゃおうかな、そういう。ああそう、あ健康食品のね、そう、いいですね、うん、柿肉製剤ですね、柿肉、うん、柿肉のサプリメントとか漢方薬じゃないけどっていうのを出すかな。9時35分の小林彩子さん、白髪もひどいですがシミそばかす肌荒れもひどいです、同じことでしょうか、これは産後っていうことでいいのかな。美香先生どうですか、シミそばかす、いや、まあでもこれなんかオケッツの症状にも共通するなと思いながら、そうですね、同じこともあるかもしれないし、同じくじゃないこともあるかもしれない。本当結局もあれば、うん、そう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 、結局もでなることもあるし、ちょっと原因いろいろなので、これは古賀先生が編集で補足してくださいます。この辺に、ね、出してください。何を出したらいいですかね。そうですね。ね、いや、ちょっとそうですね。ちょっとそうですね。ちょっと詳細がわからないのってはっきり答えにくいので、うん、まあいろいろね使うものはありますけど、原因はいくつかあると思います、ね。いくつかあるんですよ。うん、そう、一つじゃないかなっていう感じが。やっぱり産後ってそのね、結局もひどくなるし。やっぱおけつとか、ね、肌荒れだったら何だろう、うん、いろんな原因ありますけど、ね、やっぱりひどくなる分強く出る、出やすいは出やすいですよね、やっぱり、うん、そう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 、本当そう、まあだから肌荒れとか白髪とかよりも多分はあシミそばかす白髪よりも肌荒れの方が早く良くなると思う、うんうん、そうですね、こういう感じ、シミそばかすちょっと時間かかるかも、その産後はやっぱ濃くでなりやすいしね、そのそう、はい、1ヶ月前に2回目の流産をしていて、結局結局なのかすごく疲れやすいです、うんうん、そんな時でも補欠可欠の漢方薬とプラスして記録性を飲んでも大丈夫でしょうか。じゃあそのまま続けて柳生先生お願いします。なるほど、そう、私もこれあんまり言ってないんですけど、10月末に流産してるんです、1回実は、ね、6週かな、6週7週ぐらいでしてるんですけど、すごい疲れやすいのめっちゃわかるし、で基本的に、補欠はした方がいいし、流産は小さいお産って考えた方がいいので、やっぱ可決した方がいいんですよ。でも今1ヶ月前だから、でもまあ生理来たのか分かんないけど、まあ、生理来るぐらいまではとにかくしっかり養生した方がいいし、次妊活するときは2ヶ月やっぱ生理を2回見送った方がいいって言われてます。まあ3回流産続くと不育とかって言われてるんので、まあ、2回目ってことだったら、まあ、そこまでなんかこう不育まではいかないとは思う、分かんないので、ただそのやっぱ婦人可決とかはしっかりした方が、だから流産後の対策と同じようなことはした方がいいし、記録線も私すごい大好きなんですけど、婦人院だからすごくいいと思います。はい、飲んでも、ただその体質があるから、その本当に記録線が合うのか、それとも記録線じゃないものの方がいいのか、なんかちょっとその流産歴とかを伺わないと分かんないし、なんかその流産しやすい人だともう他に使う漢方もあったりするので、まあ、その辺はちょっと相談して飲んだ方がいいかなと思います。でも補った方がいいと思うっていう意見です。何週で流産してるかもよるけどね。でもやっぱ疲れやすいっていうのがあれば補った方がいいかなと思います。私もね、3回でよく吹くってなるけど、私は化学流産のあと軽量流産で、それが2回連続やったから、すぐね検査してもらいました。なんか不安要素を1個でも取り除きたいと思って、うんうんうん、でまあ、検査ってどんなもんかなと思ってやって、まあ、それでまあ何もなかったから、ちょっと安心材料には、ね、なるから、うん、
あ、これでまた、だたまたま続いたんだなって思えたので、そうそうそう。ね、PCR とかだったらやっぱなりやすいから、なんか、うん、PCR 他の方とかだと、やっぱちょっと普通の人より流産しやすかったりもするから、それだとまあ次の妊活前にちょっとその PCR 対策をした方がいいし、なんかどういうタイプかによるけど、今はまあ、ね、その疲労っていうのがあるから、うん、思いますよね。本当お大事なさってください。ねえ、そうね、養生した方がいい。心の養生も、もう自分を甘やかして、ね、何はダメとかそんな、もう何でもいいです。そう、甘いもんもいい、何でもいい。焼き流産はね、本当に卵の問題だから、そのね、うん、そう、母体は本当に、そうそう、のせいじゃないからね。はい、皆さん質問いろいろ、これで全部で質問ありましたよ。はい、先生たちの毎月の漢方薬代が気になります。いやー、が計算したくない。出ないですよね、金額出したらね。小林先生一番高いんじゃないですか。いや、そんなことないでしょう、きっと。まあ、結構飲んでると思います。若いのにめちゃくちゃ。